はいよ、オッケー、命中。はいはい。やばいってこの機体。チャージ、 HE 弾装填。はいよはいよ、命中。これ届くのかな。あ、届いた。本当にいけない子なんですよね、この機体は。はい、はい、今日も来ました、この戦場。ということで本日もガンダムバトルオペレーション2実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、はい、本日使っていく機体は、はい、前のというかな、はい、ガンダムオンラインで、まあ、今でもやばい機体っているんですよ、ガンダムオンラインね。バトオペ2じゃないよ。はい、その機体って何かっていうと、ジオっていうんですけど、あの白っ子か黒っ子かブロッコリーかなんか知らないけど、はい、そういう人がね乗ってた機体で、スイカバーが突き刺さってやられるっていう機体なのですが、はい、まあそういう機体がこのバトオペ2にもいるのですよ。はい、まあこういう戦車の形をしたね、あの化け物なんですが、はい、名前は何かというと、ヒルドルプ。はい、この名を聞いて今震え上がったそこの君、わかる、気持ちはわかるぞ。あいつの強さは化け物級だ。そうだ、あいつを止めるためにはそれなりの機体を準備しないといけない。もうそれ自体がよろしくないのです。はい、まあ、例えていうのは BD2BD3、 それからまあ止めるための武装的なやつを準備しておかないと止められないって、もうやばいですよね、うん、対策をしないといけないですよね。そう、そういう機体がもし2機ぐらいいたらどうですか皆さん。絶対止められないからね。はい、まあ、ということで今回はそのヒルドルブが修正される前にどれぐらい強いんだっていうのを見せていきたいと思います。はい、こいつはバケモンだ。背伸びを見ていきましょう。さあ、ということで本日使っていく機体、ヒルドルブレベル2、コスト450、地上しか行けない支援機でございますと。まずステータスざっと見ていきます。機体 HP プラス1800しまして19800、対実補正30、対微妙補正20、対格闘補正8ということで、格闘にはめっきり弱いですね。ですが HP がすこぶる高い。まあ前回挙げたあのジオング並みに硬いし、HP も高いですので、まあ、格闘どうこうって言われても、まあ、近づかなければどうということはないっていうね。まあこの子近づくんですけど、はい、まあ、それから射撃補正プラス19しまして59、非常に高い。格闘補正5、まあ、格闘振らないからいっかって感じですね。それからスピード120のスラスター60、スピードあれ普通の歩兵じゃねえや、300ぐらいの汎用機と同じスピードじゃーんってなりますが、あっと、はい、変形時にはなんとなんと支援機でありながらスピードが180もあるのです。はい、でスラスターが続く限りだったかな、時間なのかちょっとよく分かりませんが、まあそれが終わるまで、まあ、この状態なんです。しかもこの状態の時って、まあややね進んでる時、やや進んでる時敵に当たるとひるみます。やばいですよね。ひるみ武装が2つあるんですよ、この子って。まあ射撃ね、今のこの状態でひるみ武装が2つあるんですけど、プラス当たること、ただた、走って当たるだけで敵がひるむという、もうひるみ武装3つ持ってるんですよ。プラス火力も高いし高耐久だし、すんげえスピードで走ってくるんですよ。もうやばいでしょ、止めらんねーってね。まあ、止め方としましてはね、 BD2 のミサイル、3のミサイル、まあ、それからまあ格闘とかタックルですね、まあ、タックルすれば止まりますので、もうヒルドルブ見つけたらとりあえずタックルしてください。そうしないと止まりませんので、うん、どんどん味方がやられていきますよ。はい、ヒルドルブ見つけたらタックルしてください。まあ修正
下方修正されるのが確定してますので、どれくらい弱くなるか分かりませんが、まあ、今の現状ではいけないっていうのは分かってるでしょうね、運営さんも。はい、まあ、何回も言ってますが。ということで武器見ていきます。専用ザクマシンガー ×2 イスゲは使いません。ぽいシャベルアーム、これね、あの強判定です。これすごい強い格闘なので、タンク状態、さっきの180スピード180ある状態じゃない、まあ今の状態120のスピード120の状態だと使えるんですけど、うん、まあどうだろうね。次はここまで手は及ばないというか、この状態の時は若干下がってますので、だったら3種のこのキャノンでいいかなって感じしますね。はい、まあ一応入れてはいますけど、ショートカットの方にはまるで、うん、でも基本この3つばっかりだと思います。はい、まあそれから、あでも強いのでね、敵が来たら振っていくと、敵の格闘判定中判定の機体とかですとこっちが勝ちます。はい、この子支援機ですよ皆さん、やばくないですか。やばくないですか、バケモンだ。よしで、30cm 砲 HE ターンということで、これがよくあるザックタンクの普通のキャノンみたいな感じですね。一発で敵をひるませる爆風のあるやつでございます。それから 30cm 砲タイプ3ということで、これは3段ですね。すごい爆風のあるキャノンですが、敵はひるませることはできませんが、隠れてる敵に対してとか、まあ複数の敵に対して撃てるってやつですね。はい、味方越しでも大丈夫、ひるまないからってことです。はい、で次 30cm 砲 APFSDS 弾ということで、これがもう最強ですね。うん、まあ、火力も2415、それから射程も900と半端ないんですが、まあ強ひるみっていうのが強みです。しかも変形した時に撃てますので半端ないですよね。うん、普通に当たってひるみなのに、こいつ当てて強ひるみをもう奪うことができるんですからね。しかも180というスピードで、恐ろしいってことで、スモークディスチャージかけるにということで、はい、まあこれもうまく使えばね、防御力も上昇しつつ、ステルスもはい起動しまして、なおかつ火力も出すことができるという半端ねえ状態になります。はい、まあ次はここまでね使える技量はないんですが、まあ打つので精一杯って感じでしたかね、今日の動画も。はいって感じです。カスタムパーツはとりあえず足、こういうタンク系はですね、非常に足が脆いですので、脆いっていうか当たるんですよね、前方にあるんで。そうってことなんで、このレベル3あたりは2、3はつけた方がいいと思いますね。はい、それから新型フレームと強化フレームレベル4で HP スコブル上げてありました。で、射撃強化プログラムをバッチバッチに積んでます。スキルダウン、光線のレーザー3、光線のスコープ3、観測情報連結1、高精度砲台1、機体固定装置1、あったんだね、使うの忘れてました。強化レベル3で変形レベル1ということで、まあ、この変形がものすごく強いってことですね。はい、でもう一機ですね、強炭っていう強襲型ガンタックっていう機体がいますけど、まあ、あの子も変形あるんですけど、あの機体はですね、この装備自体に強ヒルミというものがなくて、あと一発ですごい火力のある武器っていうのが、まあこういうタイプ HE 弾タイプで2100とかそれぐらいのダメージのやつがあったはずです。まあそれぐらいで、あとはトリッキーな武器ばっかりなので、まあヒルドルブと比べると弱すぎるってことで全然使ってる人いないですけどね。ですが情報修正来ますので、はい、強襲型ガンタンク、まあ、ヒルドルブも弱体されて多分同じぐらいになるんじゃないかな、というか強襲弾感覚が若干来そうな気がしますね。楽しみだということで、今回はこの怪物のような機体ヒルドルブ使って遊んでいきたいと思います。こいつはやべえぞ。さあ戦闘の時間だということで、今回使っていきますは最強機体ヒルドルブ使って遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。まあね、この子はもう弱体がマジで確定している機体ですので、まあ、多分相当弱体化されるでしょうね。はい、ってことで今回使っていきたいと思います。と来ないね、どこだ、
はいよ、オーケー、命中。はいよ、命中。お、4号機がいたのか。待って待って待って、うん、撃てないっすね。オッケー、命中。さあ顔出してこないか。ミスター、こういう時に変形して乗り乗りだぜードーン乗り乗りだぜードーン。そこもやれますね。いやー、この強さよね。あだー、ちょっと待って。で、交流だー、装填。周り見た方が良さそうだ。見えない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 。命中。はいはい、まだまだこうなるとやばいので一旦逃げまして、上のあの人外したー。オッケー、火力マシマシ。はい、どんどん撃っていくよ。外したー、くそー。ちょっと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 、オッケー当たったけどこっちも撃たれている。よし、さあ、はい、オッケー、下がって下がって、外した、くそ。これでまた変形できるってのが強いよね。いたナイス格闘だが、そんなの言いたくないぜ。一旦下がってがっつり行こうか。で、緊急、お、敵さん緊急回避どころじゃなかったな。一旦見てて、はいはい、やばいってこの機体。一旦ディスチャージ、 HE 弾装填。はいよー、はいよー、やばい、死ぬさあ、Cから出撃でございますと、行きましょうか。いやー、この子は本当にいけない機体ですよね。強すぎる。さあ、がっつり行くぞ。待って待って待って、あー、ちょっとG ラインに落とされた。ちょ、君、すごい邪魔されてる。やめよう、帰ろう帰ろうなんかわざと邪魔されてたような気がしたのだが、気のせいかな。さてと、あの射角は狙えるのかな。 OK、はい、
いやーいっぱい撃たれたさあ C から出撃でございます。狙撃しましょうか。さあてどう4番さんがやばいね。命中。これ届くのかな。あ届いたこいつ強すぎ本当に。どんだけ強いんだこの機体は。ダメなんですよね本当に。本当にいけない子なんですよねこの機体は。はい、さあお次ウィーン。さあどんどん行こう。おお、ジロインじゃないか。味方かと思ったですが、まあまあまあ待て待てー待て待て待てー。いてててててて、やばいか。大丈夫。はい、鉄鋼榴弾準備完了。やばい、ナイス、オッケー。さあ試合終了でございます。ってことで皆様分かったでしょ。はい、この機体が本当にダメだってこと。うん、この機体はね下方修正されなきゃいけない、そういう運命なのです。はい、まあこの子の今の立ち位置はどこかっていうとガンダムオンラインでいうジオですからね。はい、こいつを止めるためにはそれなりの用意がないと絶対に止められないっていうように今環境がそうなっておるのです。はい、まあ2、3機、2機ぐらいで囲めばなんとかね止められはしますけど、タイマンとかだと絶対ではないけど、ブルーディスティニー2号機3号機ギャンエオースも止められるとか、まあ止め方はいろいろ本当に知ってないと、知ってる人じゃないと止められないような今機体なので、はい、それはやっぱりいけないんですよ。うん、だってその機体とかそういう戦い方じゃないと止められないみたいな、そういう機体ダメでしょしかもコストが同じだよ、450コストで、しかも強襲機でも止められないこの支援機 BD2 じゃないと多分強襲機止められないですからね。はい、ってことは強すぎるってことですよ。化け物だこいつはってね。はい、ってことでまあ修正が必ず入りますので皆さんご安心ください。ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。